10月3日の夕方でございます。最近ね、なかなかインラインスケートやる時間がなくてですね、もうたまにしかブーツ履いてないんですけれども、それなのでね、今日はね、ちょっと空いた時間にね、このレールを引っ張り出して河川敷に行ってきました。これ使うのもう何ヶ月ぶりですけどね、これ外に雨ざらしなんですけど、しっかりね、ペンキ塗ってあるせいかね、全然壊れないですよね。全然使えるので、また、時間のある時というかね、ちょっと短い時間はこのパークとか行けない時間の時はね、これを使ってやっていこうかなと思います。ロイヤルやろうと思ったんですけど、まあ、少しはね傾いているものもあるんですけど、なんかねもう足の力の入れ方がね、ちょっとはすぐ思い出せなくてね、うまくいかなかったです。これはですね、まあ、なるべく真後ろからソールグラインドで乗って、ここで掛け替えですよね、足をね、なんていうんですか、ソールグラインドが後ろ向きに滑るような感じで掛け替えたいなと思って、すごい低いやつ、あとは固定されてるやつだったら何回か成功したことはあるんですけれども、ちょっとね高さがあるんで、体がねどうしても重心が後ろに行っちゃって、回転がねなかなかできないんですよね。今日は1回も成功はいたしませんでした。さあ、ここからはですね、サブロックですね。これ手を何にも振ってない、体だけで回れるわけがない、まあ、ペットボトルを置いてね、体の軸がね、体がね寝ちゃってるんで、これじゃ回れるわけないんですよね。これ斜めになっちゃってますもんね。どう考えてもですね、このね体の軸が斜めですもんね。これをね、今僕は途中で見りゃよかったんですけど、なんかね、ちゃんとペットボトルを飛び越えて360度回ってもここに着してるんでいいのかななんて思ってたんですけれど、手を回してるようでいて、全然回していない。まずね、手を振ることをもうちょっと気を使わないとできないかなと、ちょっと思ってます。あと体の軸ですよね、体の軸がずっと斜めになっちゃってるんですよね。これをですね、なるべくもうちょっと垂直に、垂直の軸が立っている状態で、そこの場所でくるっと回りたいなと思います。まあ練習してこなかったので、ただなんとなくやってね、なんとなくやってくるって回られればいいかななんて思ってたんですけど、やはり綺麗に回ろうと思ったら、ある程度ねビデオで撮りながら、その都度直しなしやっていかないと綺麗には飛べるようにならないのかななんて、そんな風にね、この動画を見るとつくづく思います。本日こんなところです。短い練習でした。